皆さんこんにちは。本日は仕事の話でも何でもなくですね、個人的な趣味の話でこんな時間を取っていただいて大変ありがたいというか恐縮というか、何勘違いしてるなという感じもしないでもないんですけども、今から2時間弱ぐらいになりますけどですね、まあ、私の与太話にお付き合いいただけるとありがたいなと思っております。はい、それでは五味さんのプロフィールを私の方からご紹介させていただきます。五味俊也さんのプロフィールでございます。1968年の、生まれでございまして、山梨県の甲府市の生まれです。4歳よりバイオリンを始めると、中高在学中のクラブ活動を通じてアンサンブルの楽しさを知ると、大学卒業後の1992年地元の老舗市民オーケストラ、今入ってらっしゃる鎌倉交響楽団鎌響に入団されて、翌年コンサートマスターに就任、以来約30年以上の長きにわたり、鎌響の顔として活躍中ですね。それから15年より関東を中心としたアマチュアオーケストラメンバーによって結成されました三原シンフォニカのコンサートマスターをも兼任されております。その他いくつかのアマチュアオーケストラのゲストコンサートマスターとして、客演されています。で、近年は室内楽の分野にも注力してアンサンブル、カノンと言いますかね、アンサンブルカノンの、とかのコンサートなんかもですね、すでに25回以上も続けておられます。それからモジークスピーレンシリーズ、鎌倉市の大船でありますけど、そのプロデュースとか、古都鎌倉の神社仏閣、あるいは各鎌倉を中心とした施設の依頼公演演奏会などの地域貢献活動を会社勤務の傍ら趣味として多彩な音楽活動を展開しています。79年より鎌倉在住で、鎌倉の、芸術館のすぐ近くにお住まいですというようなプロフィールでございます。というわけで、それでは参りましょうか。過分なご紹介というのは、こんな感じなんですけども、初めにあたりましてですね、これよく私写真撮影とか動画とかですね、別に撮ってもまた問題ありませんの で、またSNS のアップとかですね、Facebook の食べ続けとか別に全く構いませんので、ただ2点注意がありまして、では他の方の顔がですね映ったりすると、もしちょっとってこともあるかもしれませんので、そこはちょっとお気遣いいただきたいっていうのが一つと、あともう一つはですね、別に今日は素晴らしかったとですね言っていただく必要は全くないんですけども、なんかせっかくのお盆の時間を潰してしまったとかですね、ちょっとあんまりネガティブなことを書かれて私が見るとちょっと込みますので、そこら辺はうまくご配慮いただけるとよろしいかと思います。はい、で、お話し始めるにあたってですね、私はもともと銀行員、銀行に勤めておりまして、で、趣味でですね、バイオリンを弾いていて、で、アマチュアオーケストラに入ったりとかですね室内楽とかっていうのもやってるっていうのなんですけども、なんで喋るってことは別に特に趣味でもなりわいとはしていなかったんですが、後でお話しますけども、室内楽演奏会なんかでですね、よく MC と言いますけども、演奏前とかですね、半ばでこう曲紹介したりメンバー紹介したりと、そういうことをしているうちにですね、喋ることが増えてきまして、
で実は今年の1月にですね、江南台にある、とある、喫茶店というかですね、そこでちょっと喋ってくれないかということで1時間半ぐらい喋る機会がありました。その時もタイトルがあんま変わらなくて、バイオリンと私とは一緒です、あと趣味としての音楽も楽しむということで、大体半分ぐらい弾いて半分ぐらいお話をしてるんです、そんなこともやったんですけども、今回、ご縁があってですね、将棋界の皆さんの方からちょっと今日少しお話ししてくれということなんで、ちょっといいのかなと思いながらですね、こういう話って自分がやりたいと言ってもできることではなくて、やってみようと言われたらですね、断らずに、ちょっとやってみようかなと。で実際にお盆の季節ですし、それから台風はどうなるか分かんないみたいなですね、日程でもありましたし、で今日もどれぐらい集まるのかも全く分からない状況でですね、不安ばっかりだったんですけども、なんとか開催できてですね、嬉しいなというふうに思ってます。で終わってパワーポイントもですね、サラリーマンだとそれこそ組織のトップ、銀行では部門長とかですね、頭取とかにならない限りは下の人が作らないといけないんですが、今回ですね、私は全く手を動かすことなくスタッフの皆さんがですね、作成していただいて、本当にこんなことはもう二度とないんじゃないかなという感じしてますし、あとは一方なんですか、普段演奏会ですと楽譜、それこそ素晴らしい作曲家が楽譜を書いてくれていて、その楽譜に沿って演奏してるんで、楽譜通りでないことは多々あるんですけども、そうすると例えばこの曲は30分の曲だなっていうと、どんないろんなことがあっても28分から32分ぐらいの間で収まるんですね。ところが今日はスライドはありますけども、特にこの写面の原稿とか何もないですし、スライドのコピーの手元にですね、写真とか出てくるんで、これ何の写真だったかっていう解説を書いてるだけなんで、時間もどんな風な感じで尺がなるかですね、もうあれですし、お話もですね、もしとっちらかったらっていう風なこともありますけども、そこはですね、ご容赦いただきたいなと。スライドに沿ってちょっとつれづれにですね、思いを話したいなというふうに思っています。じゃあ次のスライドにします。スライドのコピーは1個前ですね。まずバイオリンを始めたきっかけ、先に写真の説明してしまうと、これは私が多分幼稚園、違うかもしれませんが幼稚園じゃないかな、で隣に写ってるのは母親ではなくてですね、それ幼稚園の先生、阿部先生だったんじゃないか、ちょっと幾分多分 年中年長、今はそんな大した身長167、8しかないですけども、ちっちゃい頃は相対的に大きい方で、で中学になってから成長が止まっちゃった口なんでですね、結構このほら大きかった。で、こんな感じで髪の毛も当たり前ですけど、ふさふさでストレートですね。こんな感じで。で、昭和だから多分48年ぐらいですじゃない、ないかと思うんですけども、遠足なんですかね、それは分かりませんけども、こんな感じでした。で、バイオリン この始めたきっかけ、これ結構いろんなところで喋ってるっていうか、ラジオでもですね、川崎 FM っていうので喋ったことがあるんですが、2つ、聞いておりまして、大丈夫ですか、1つはですね、私が、私がちっちゃい頃というかに、近くでバイオリン教室をやっていて、でその前を通るとですね、私が立ち止まって動かなかったと。それを母親がですね見て、この子はバイオリンはやりたいんだということで始めたという話とですね、あともう一つはこうちっちゃい頃って自転車の補助がついた自転車に乗っていて、でいつかですね補助を外して、で親父がこう後ろを持っていてですね、走ってるうちに手を離して
こちらの足の自転車に乗れるようになるっていう時期があるんですけども、それがですね、他の子供よりも私が非常に飲み込みが悪かったと。で、これは親父ですけども、親父の方がこの子はあの運動神経が他の子よりも劣るとならば音楽をやらせたらどうか、まあ、なんで運動神経が劣ると音楽をやることになったのかってあんまりみんな関係がわからないんですが、一応そんな2つのですね理由を両親から説明を受けましたが、おそらく個人的には多分どっちも作り話でですね、なんとなく親がその上層教育の一環でやらせたかっただけなんじゃないのかなというふうに思っています。で、両親ともですね、別にあの音楽の素養はゼロですし、楽譜も読めませんし、ちっちゃい頃ってこう母親と一緒にレッスンに行って、で帰ってくると母親がその先生に言われたことをですね、いろいろ厳しく指導するわけなんですが、まあ、大体小学校の最初ぐらいの時に、あ、この人は楽譜を読めなければ何も分かってなくて、先生に言われることを大物会社のように言ってるだけなんだなっていうことにですね、まあ、気づくってことなんですけども、まあ、そんなことで、バイオリンを、始めたというのがですね、きっかけです。で、この中にもいらっしゃるかもしれませんけど、才能教育というですね、まあ、のがありまして、これ鈴木伸一先生という方がこう始められたあるんですけども、まあ、なんですかね、その鈴木メソッドの基本的な考え方っていうのが、そのどんな子供でもこんな難しい日本語を喋っていると、なんで、どの子も育て方一つみたいな、そんなあれがあってですね、バイオリン始めたというふうな形です。で、ここに下のところに、バイオリン演奏ってありますが、この才能教育っていうのはですね、1巻から10巻まで教則本があって、で、まあ、10巻卒業するとまたさらにですね難しい曲をやっていくんですが、その1巻の一番最後にこのゴセップのガボットという曲があって、で、このゴセップのガボットというのが前期初等科というですねの卒業科、前期初等科っていうのはこれで初等科の卒業が3巻の一番最後のですね、バッハのブーレとかで、一番最後の、の卒業曲っていうのがモーツァルトのですね、5番のトルコフというですね、コンチェルトになるんですが、その一番最初の卒業曲で、卒業曲のたんびに今はもうないですけども、テープレコーダーでですね、録音して、それを才能教育のある本部もある松本に送るんですね。そうすると、テープの B 面に鈴木先生がコメントを入れて返してくるみたいです。まあ、そんなことで、その一番最初にやった、こう、人前に送ったですね、まあ、記念みたいな時なんですが、それをちょっとまず最初に演奏したいと思います。
まあ、あの違う腸でですね、5度違う腸で書かれていて、あんまりあのちっちゃい子なんで、あの高い音は出てこないんですけど、まあ、原曲で今は聴かさせていただきました。まあ、こんな曲を弾いてということですね。じゃあ、で、まあ、多感な頃ってなんかそんなあの大したあれじゃないんですけども、このぐらいから、あのまあ今の、まあ、こう皆さん活動のですね、まあ、ベースになるようなのがやっぱり中学校高校大学というのですね、あのそういう年代でして、あの私小学校は地元この鎌倉の今泉小学校でですね、あの鎌倉市お住まいの方はご存知だと思いますけど、鎌倉のチベットとですね言われているところにあの通っておりまして、でその後普通であればあのすぐ地元の岩瀬中学校というところに通うはずなんですが、まあ、ここら辺っていうのはその親がですね何をどう考えたのか、私立に行かせようと、今で今はちょっと時代は分かりませんけども、当時ですね昭和56年ぐらいに私立 の, あの中高に行くというですね、まあ結構珍しかった、クラスで一人いたかいないかとか多分そんなんじゃなかったのかなと思うんですが、でまた一方はあの地元にはですね中にいらっしゃいますけども、栄光学園とかそれから聖光とかですね、浅野とか県内にもそういう名門校がたくさんあったにもかかわらず、なぜかあの駒場東方中高等学校でですね、目黒区の池尻だかな、の方にですね ある、中高に通うことになりました。なんで鎌倉からだとですね、大船からだと1時間半ぐらい、あの今泉からですね自転車で北鎌倉にダーッと降りて、まあ、10分ぐらいですね着いちゃうんですけども、そこから7時4分の電車に乗ってですね8時25分に着くみたいな、もう今でも覚えてるその、あれで6年間通いましたけども、で実はその4歳から始めてですね、まあ、中学校の2年3年ぐらいまでバイオリン嫌で嫌でしょうがなかったんですよ。まあ理由はいろいろあるんですけど、その一人で弾いててもあんまり面白くないんですね。こうで、なぜか、まあ、だんだんこの、小学校の高学年ぐらいになってくるとコンチェルト、バッハのコンチェルト、モーツァルトのコンチェルト、から、ブルフのコンチェルトとかですね、メンデルスゾーンのコンチェルトとか、そういうのをこう習わされるわけなんですけども、まああの大体中学校になるぐらいになれば自分がそのプロになろうなんていう気持ちがないとか、そういう環境にないことぐらい分かりますし、で一人で下がってても面白くないとでいう状況だったのが、ここにありますですね、あのクラシック音楽同好会っていうですね、まあ、非常にこの変わったクラブが駒島の中に、駒島って駒島ですねの中にありまして、で普通あのどこでもブラスバンド部というのがあります。でブラスバンド部ってあの木管楽器、金管楽器、打楽器、まあ、たまにあのコントラバスが入りますけども、いうこと で弦楽器がそれに入れないと。で、あの弦楽器に入れないクラシック音楽の主な楽器というのは、ごめんなさい、あの吹奏楽部に入れないあのクラシック音楽の楽器というのは、弦楽器とピアノと、それから聴く人、演奏しない人、というですね、人たちの集まりだったんですね。まあ、あの当時十何人ぐらいしかいなかったと思いますけども、でそこに入って、で効果不効果ですね、あのまあビオラっていう楽器やる人ってあんまりないんで、第三バイオリンっていうか、まあバイオリンで聖戦っていう一番太い弦弾けないんでオクターブ上げてるみたいな、だからなぜかチェロ弾く人がですね奇妙なことに2人もいたりして、でここで最初に、アイネクライネナートムジークというですね、略してアイネックとか言いますけども、を合奏したときに楽しいと、一人で弾いてたのはこんなつまんなかったのに、その4人とか5人とか6人とかで弾くとこんなに楽しいのかという、多分これが今の原点かなという、だからどっかで嫌なものが目覚める、それこそちっちゃい頃おでんがですね、こんなもん肉も入ってないし何が美味しいんだろうと思ってたのが、大人になったらおでんがこんな美味しいとかですね、似てんのかなと思いますけども、ということでこの目覚めたのがクラシック音楽同好会で、でその後、
高一とか高二とかっていうですね時にベートーベンの、ピアノ三重奏曲第7番対抗トリオという一番最後の曲がありますとかですねシューベルトのマスとか今から思うと本当に中学生や高校生が弾く曲ではないんですけども、まあ、そんな名曲をですねやったりして、まあ、多分今の原型が全部そこにあるというかいう形です。でその後、大学に、入りましてで、大学はですね、北海道大学に行きました。これもなんで北海道大学に行ったかというのを説明すると話が長くなるんですが、まあ、今日2時間もあるんでですね、普段は話さないこういうようなことも話してしまいますと結構駒東邦って進学校なんでまずは文系の人は、東大か一橋だから理系の人は東大か東工大で滑り止めに総計を受けるっていうのが、まあ、一般的もちろんそうじゃないと思いますけど一般的です。医学部一本的とかいろいろ言いましたけども一般的なんですが、まあ、現役の時にですねちょっとなかなか東京にある国立がですね私を受け入れてくれないということを悟りましてそうしますと国立大学でですね入れそうなところっていうのをあれしますとで、まあ、うちの親父がですね実は今年の6月に93歳で亡くなったばっかりなんですけども親父がまあその昭和一桁生まれの人間で古い人間でなぜかその国公立はいいとで国公立の中でも一機構じゃないとダメだっていう今から思うとあんまり意味のないそういうこだわりがありましてですね一機構で行けそうなところっていうのを調べたときに私文系なのに英語は苦手だったんだね。で数学は文系だからだったんで数学と、まあ、歴史は得意だったんですけどもで東北大学というのがありまして東北大学って A 数国と200点という系がで国大の法学部というのはですね英語と数学と小論文が100点で何言いたいかっていうと東大もそうなんですけど一般的に文系って英語の配点が高いんですよ。英語の配点高いところはちょっと私にとって不利なんで英語の配点が他と一緒で英語で負けた分を数学と他で取り返そうとそうすると北大と東北大の差というのは小論文か国語かというです。で今もまあそういう嫌い若干ありますけどもなんかほとんど中身のないことを延々と文字数を書くのは昔から得意だったんでそこでですね、まあ、国語よりも小論文の方がいいのかなということで科目の関係で北大になったと表向きがいろんな面接で聞かれたりですねなんかの時には北海道の大自然に憧れてということにしてますしなってますけどもまあ実態は大体そんなことですね現実を受け入れて北大に行ってで北大に行った時に、まあ、北大交響楽団っていうですね、まあ、歴史あるそれこそ大正にできたオーケストラに入ってまあこれが大学4年の時のまあ中心は大学3年がやるんで、まあ、大学4年でもうすでに実際の OB からしたんですけど、ほとんど見えないですけど、ここに、そう、かろうじて映ってると。今とちょっと違って、髪の毛がふさふさですね、だったんですが、こんな感じでありました。やっぱり、中高の時にその室内楽やしましたけども、本格的なオーケストラっていうのは大学から始めて、で今でも覚えてますけども、大学1年生の時に、やった曲がブラームスの交響曲第2番っていうですね二調調の曲で、オケの中に入るセカンドバイオリンで加えてもらったんですけども金管楽器とかがバーッとなるとですね何にも聞こえないんですよ。で自分がやってることがその迫力にびっくりしましてでそこから、まあ、そこからですねオーケストラで大学時代も、まあ、北海道もですね市民オケがいくつかあったりそれから結構室内楽も盛んでしたしあと周りのですねこうなんですか幼稚園みたいなところから依頼演奏会とかあった
対してですね、まあ、あの学生時代本当にあまりあの勉強した記憶がなくてですね、あの北海道あの北大って前期と後期と試験がありますけど、後期って2月にあってですね、雪で埋もれて、で学部のところにポールが立ってるんですね。でこのポールはあの普段行ってないんですね、あの音楽部がどこにあるか分かるような感じで、試験しか受けに行ってなかったんですけど、まあ、オーケストラをやりまくっていたというふうな感じです。で次このバイオリンの演奏にというのが ありますけども、モーツァルトの弦楽四重奏曲第4番波長調とあります。これはモーツァルトが1772年なんで16歳の時に作ったんで、私あの大学に入った時っていうのは20歳ちょっと前ぐらいの年齢だと思うんですけど、まあ、ほぼ近い年齢で、で、まあ、5段分の列というかですね、この中高の駒東高っていうのは男子校なんで、男子校だと私あの兄弟も弟しかいなかったもんですから、女性と話すっていうのは母親しか、まあ、いなかったと。それがあの大学に来てですね、女性がたくさんいて、で当然あのこの中に映ってることは微妙ですけど、あの好きになる子も出たりしてですね、今日はあの神さんがいないんでですね、そんな話もしてますけども、でその好きな女の子と一緒にやったと、これかかるやつですね、まあ、あのピアノのチェロもありますけども、が、この曲というですね、私にとってはある意味思い出の曲です。まあ、あのその後だとその後ずっと人生を一緒にすることはなかったんですけども、まあ、あのそういった意味では何て言うかな、こう青春の曲で、あのモーツァルトのこの初期、あんまり詳しく話しますけども、あのモーツァルトが23曲ですね、あの弦楽四重奏曲書いてるんですが、その最初の方のあのミラノ四重奏といわれるですね、2,3,4,5,6,7 というですね、その中の、3番目の曲でございます。ちょっとこれを、まあ、本当はカルテットなんで4人いればいいですし、まあ、その、初恋の人とやるんですけども、その女の子に連絡してくればもっとよかったんですけども、そんなこともないんで、ちょっと旋律だけですね、触りだけ少し弾かさせていただくようにしたいと思います。本来4人でやる曲なんですね。この曲って今あの9月にドレミミって名前がドレミミってやって、その次がレミハファみたいなですね、本当にもう単純な音階だけで作られている曲なんですけども、まあ、あの興味ありましたらです、ね、ぜひ聴いていただけると、いいかなというふうに思います。一応こんなのがですね、まあ、中学高校時代の、
大学時代のあれで、本当に今からまた戻りたいかどうかというと非常に微妙ではありますけれども、いまだになんかこう思い出すといろいろ胸がこうなんですが、高ぶるというかキュンとするかですね、皆さんなんかそんな経験でいろいろあるんじゃないかなというふうに思います。というわけになってということで、ここから話が本格化していくわけなんですが、私は1990年平成4年に大学卒業していて、旧三菱銀行に、入行しました。なんで銀行に入ったのかっていうと、この、今日の会とあんまり本質が違うんですが、学生時代本当に楽器だけ弾いていてですね、でも卒業してしまうという素晴らしいシステムだったんで、やっぱり人間ですね、何か仕事に一生懸命奮発最新というかですね、取り組まないとダメになってしまうと。で、忙しい仕事は何だろうというふうに考えたときに、あまりよく世の中知らないこともあって、銀行員も忙しそうだということでですね、何も考えずに銀行に入ってしまいました。もちろん銀行っていうのもたくさんあって、でかつ当時バブルが弾けた直後でまだ売り手市場だったものなんで、どっからも来てくれ来てくれって言われてですね、で就職協定とかいろいろありましたけども、最終的には三菱銀行とですね、あと今なくなってしまいましたが北海道拓殖銀行っていうのがあって、僕大だといい思いできるよとかっていうわけのわかんない先輩の誘いもあって、それもですね最後まで残していて、であと地元が神奈川県なんで横浜銀行、浜銀ですね、浜銀も考えてましたが、最後、どうせだったら三菱銀行とか、別に三菱にですね親戚縁者とか何か全く縁があったわけでもないんですけども、入ったというのが、社会なんです。で当時20日間の集合研修というのがありまして、で集合研修缶詰が終わるとですね、配属先が最終日に言い渡されると。でその後、すぐゴールデンウィークがあるんですけども、ゴールデンウィークが明けた頃ですね、せっかくバイオリンを弾いてきたんで、どっかバイオリンを弾くところがないかなと思って、広報鎌倉っていうかですね、新聞を見てたら鎌倉工業楽団というのがどうやらあるようだということで、鎌倉工業楽団の練習に見学に行きました。ちょうど、定期演奏会の前の週 でそこに行った時にですね、いろいろ当時の偉いさんに聞かれたんですが、翌日演奏会があるんで正面係をやってくれということですね。私の鎌倉工業楽団のデビューっていうのは第59回定期演奏会の正面、今なくなってしまいましたけども、一の問いの ところにですね、鎌倉公民館文館というのが当時ありまして、そこでずっと演奏会やってたんですね。ということで、鎌倉に平成4年に入りましたというようなことです。でそれから当時はですね、やっぱり結構厳しいおばさま方がたくさん、私の母親ぐらいの年齢の方がたくさんですね、まず新人が入ったらセカンドバイオリンからスタート、セカンドバイオリンの後ろからスタートと、相撲で序の口上2段からスタートみたいな感じですね、いうようなことで、セカンドバイオリンを弾いていたんですが、定期演奏会が終わった、秋の定期演奏会が終わった時に、ファーストバイオリンに移れということで移りましてですね、で当時そのコンサートマスターというかコンサートミストレスをやってた国立音大での、プロの方がですね、コンマスやってたんですけども、その方が私は12月忙しいんでですね、代わりにやってくれとかって言われて、初めに何言ってんだろうと思いながらですねやってたんですが、それがコンマスのなんかテストみたいな感じで、で、テスト合格したのが何だか分かりませんが、もちろん決める時にですね、まだ若年で早いとかいう意見もあったやには聞いていますが、翌年ですね、
平成ですから4年、5年ですか、1993年に東京のコンマスを今その方と一緒にやることになりました。でその時の約束として、私は銀行員で、ね、銀行って大体3年に1遍ぐらいですね、移動をするん で必ずしもずっとあの家から通うところにいても限らないですし、まあ、仕事はだんだん忙しくなりますしということで、そのメインの定期演奏会みたいなものはその方がやってください。でそれ以外に、まあ、お座敷というところにありますけどもとか、そういう大演奏会とかですね、ちょっとちっちゃめなものについてはあの私がやりますという仕切りというか任意で始めたんですが、3年ぐらいしたところでですね、その方が私は折れるとか言ってですね、で、はい、もうそれから30年以上やってるというですね、不思議なんです。なんであのこれはあの私の持論でもあるんですけども、まあ、コンマスに限らず何でもそうだと思いますけど、自分でやりたいっていうともう世の中もうまくいかないことが多くてですね、誰かにやってくれって言われると、まあなんかうまくいくっていう、本当にまさにそんなものじゃないかなというふうに思います。で、3番目の仕事との、両立というですね話がありますが、まああの正直言うとそうですね、今から数年前までは、まあ、ずっと大変というか、特に30代40代はですね、大変でした。で、あの今でこそあの働き方改革ということで、土日もお休みみたいになってますけど、当時はあの土日両方休めるなんてことはまずなくてですね、どっちかが必ず出なきゃいけないとかですね、で平日も特にそうですね、2000年前後ぐらいまではその日のうちに帰れるかどうかっていうのが最大の焦点で、で、あの、ま、丸の内の本館にいたんですけども、終電が、23時54分の東海道線なんですね。でこれに乗れるかどうかっていうのがいつも最大で、大体11時半ぐらいに片付け始めるんですけども、片付け始めた時にあの次長から今から打ち合わせって言われるとですね、もう突っ込めて、そうするとタクシーで帰るみたいなですね、週に2、3回はタクシーとかで、土日も、ま、金曜の夜はもう徹夜することがほとんどみたいな生活が20代30代っていうのは多くてですね、そうするとバイオリンを弾く、平日にバイオリンを弾くなんてまずありえなくて、で特に2004年5年あたりにですね、あの合併をしたんですけども、銀行がこの頃その合併事務局に、あの私の場合はあのリテール業務のですね、合併事務局に入れられると、もう本当に下痢が止まらないぐらいのですね、極度のストレスとあれで、もう奥さん練習も半分ぐらいしかいけないようなですね、まあ、そんな時代をあれしてましたが、ただ辞めちゃうとですね、あれかなと、まあなんとか辞めないでという、辞めないで続けていこうっていうのは一つの目標にしてますし、あと周りの、オーケストラの周りの方々がなんとかこうそういう状況でも支えてくれたっていうのはですね、未だに続けてられていることかなというふうに思っています。で、写真の説明の前にですね、あのコンサートマスターの話が出てきまして、で、まあ、またあのコンサートマスターの話についてはですね、もちろんプロとアマというのは全く違う存在ではありますけども、まあ、アマオケのコンマスについてですね、あの一枠とってはあの話せるぐらいなんですが、まあ、あのコンマスって何やってるのってよく聞かれることなんです。で、あの案外ですね、物の本とかにも載っていますけども、なかなか内実は分からない。で、あのオーケストラによってこれは結構さまざまでして、というのはですね、あの例えばボーイングといって、あの弦楽器って弓をこうしたりこうやって弾く、これはあのこっちのダウンといって、これアップですね、まあ、2つしかないミシン法なんです、0が1なんですけども、あのこれをダウン、この音をダウンにするかアップにするかっていうのについて決めないといけないです。で、あの2つに1つだからどっちでもいいんじゃないかって気もするんですけども、まあ、それにむちゃくちゃこだわる人っていうのは必ずいるんですよ。あのうるさい人が。なんでそれをあの決めないといけないっていう、ボーイングを決めることとかですね。あの一番わかりやすいのは演奏会であの
立ってチューニング、音合わせですね、音合わせをするとか、それから指揮者が入ってきたら立ったりですね、あのはけたら座ったりっていう、まあそういう、まあ、舞台上での所作っていうのが一番わかりやすいので、これはあの実はマスターマスターにとってあんまり重要なことではなくて形式的なもので、そのボーイングっていうのが結構これはあの大変です。で、例えばそのウィーンフィルがやってるボーイングをそのままつければうまくいくかっていうと、全然技術的な問題が違いますから、やっぱりやりやすいようにしないといけませんし、あとはあのコナーマスターっていうのは曲によってソロもあるんですね。で、このソロっていうのも聞かないといけないと思いますし、あとはあの指揮者とのコミュニケーションっていうのが最大の、まあ、役割で、それこそ指揮者が言ったことをですね、この噛み砕いて伝えるとかですね、それから指揮者の、まあ、代わりというのは結局指揮者の手が2本でですね、あとまあもちろん目とか顔芸とかでもやって表情はするんですが、例えば2拍と3拍が一緒になっているような、あの2拍3連みたいなところだと両方いっぺんに触れないんで、そこは役割分担しながら合図を出すとかですね。なんで、まあ、指揮者とコンサートマスターの仲が悪いと大体うまくいかない。で、私はあの指揮者のことは絶対に嫌いにならないよというですね、いつも思ってあのですね、役者みたいなもので別にあの好きでもない女優さんと楽しみをするじゃないですけども、あの指揮者のことをとりあえず受け入れるというですね、いうのがあの非常に大きな、まあ、コンサートマスターはこんなことをやってますというです。で、写真の説明ですが、結構チリチリなんです。一番上の左はですね、これはあの銀行、多分30代後半だと思うんですけども、銀行のあの、あ、上ですね、広報誌でライフワークバランスかなんかのですね、インタビューを受けた時のあれ、だいぶ髪の毛が凍ったりしつつあるので30代後半になっています。で、これ右側のあれはですね、銀行の24階特別食堂というのがありまして、そこで、私の両親と神さんの両親と神さんで今食事をしてた、だから多分平成6年ぐらいの写真かなと。これはあのまだ20代の頃ですね、指揮者と握手しているで、この右側は隣に神さんですけども、誰かの結婚式で演奏している。結構あの20代30代って周りがいっぱい結婚するんで、結婚式に行ってですね演奏するというのが非常に多かったような気がします。から一番下はですね、これ1999年に鎌倉市の姉妹都市で羽西というのがありまして、山口県の羽西ですね、それこそ明治の、時代の人をいっぱい出した、これが提携姉妹都市になっておりまして、羽西にですね大工の演奏に全部3回生で行ってるんですけども、その時の、写真です、というですね、まあ、1999年ですからもう四半世紀ぐらい前ですか、というですね懐かしい写真をしながらってことで、ここでですね、まあ、バッハのバイオリンサンドの第3番というのに、今ここで思い入れがあるというより、まあ、この後の話につながる曲で、今最近よく弾いてる曲の一つでもあるんですね。それをちょっと、演奏したいと思います。
力は実はですね、さっきもちょっとお話し出ましたけど、川崎、FM 川崎、川崎 FM のどっちかが、武蔵小杉にあるんですけども、そこでちょっと弾いてくれって言われてですね、1、2分弾くのかなと思ったら、6分から弾いてくれって、本番30分前に言われて、で急遽これをアンプで繰り返し付きで弾いたりしてですね、生放送だったんで、ストンダーどうしようと思いながら、そんな緊張した記憶がありますけど、まあ、バッハの曲で、私の好きな曲というか、心の落ち着く曲の一つです。では、大体もう10分近く経ってきましたので、一旦ここで10分。そうですね。じゃあ、ここで10分間の休憩をさせて。